デビッド・ストックトン・マクドゥガルは、南北戦争中のアメリカ海軍の士官であり、また下関戦争における活躍で知られている。1809年9月2日、オハイオ州に生まれる。1828年4月1日、士官候補生として海軍に入る。その後30年にわたり、地中海艦隊、西インド艦隊、本国艦隊、また、五大湖で勤務する。その間、 戦闘スループウォーレン、蒸気タグボート、ジョンハンコックの艦長を務め、その後戦闘スループアイオミングの艦長として、海賊及び南軍の死略船から合衆国市民を保護するため、東アジアに派遣された。1863年5月、上位機運の高まる日本に到着。すでに、将軍、徳川家持は、孔明天皇に対し、 1863年6月25日を、もって、上位を実行することを想像し、諸藩にも通達していた。多くの藩はこれを無視したが、上位運動の中心的存在である、長州藩は、下関海峡に砲台を整備し、藩兵及び老死隊からなる兵成ほど、搬送軍艦2隻、蒸気軍艦2隻を配備して、海峡封鎖の体制をとっていた。 6月25日、長州藩の見張りが他の裏置きに停泊する商船を発見した。これは、アメリカ商船弁プロークで、長崎経由で、上海に向かう予定であった。総武行の森元則は躊躇するが、草加元髄ら強硬派が攻撃を主張し、上位決行と決まった。26日午前1時、長州藩の甲信丸と水野と伊丸は、 爆府海軍機を掲げて、ペンブロークに接近し、砲撃を加えた。さらに、海岸砲台も砲撃を開始した。攻撃を予想していなかったペンブロークは、文後水道へと逃れた。幸いにもペンブロークに死傷者は出なかったが、予定していた長崎機構を取りやめ、直接上海に向かった。このため、事件の報告は7月10日まで横浜に届かなかった。10日夕方、 上海からの公式情報が届いた。米国講師、ロバート・プルインは、ワイオミングの艦長である、マクドゥガル中佐の列席のもと、幕府の担当者を呼び出し、ことの重大さと米国に対する、このような、野蛮な行為は重大な結果を招くであろうと伝えた。また、このことを、米国政府が知ったなら、賠償金の請求もあるとも告げた。幕府の役人は謝罪し、 幕府で処理するので米国側は何もしないで欲しい旨を伝えて退席した。幕府の役人が帰った後に、マクドゥガールは、ブルインに対し、必要とあれば、下関の敵艦を撃沈することによって、事件の沈静化をするべきと、決断を促した。また、このような無法に手をこまねえていては、上院派をつけ上がらせるだけだと意見が一致した。 下関で戦闘するワイオミングこのため、ワイオミングは直ちに出港準備を開始し、7月13日の午前4時45分、マクドゥガルが総員課彼を発令した。15分後、ワイオミングは下関に向かって出港した。航海に2日を要し、7月15日の夕刻に、ワイオミングは文語水道の姫島の南側に闘病した。翌朝5時、 ワイオミングは怒りをあげ、海峡へ向かった。9時には、総員戦闘配置を、発令、大砲に実弾が装填された。10時45分には海峡に突入、戦闘開始が告げられた。陸上からは直ちに三流ののろしが上がり、ワイオミングの到着を知らせた。11時45分頃、すでに海岸砲台からの砲撃は開始されていたが、 ワイオミングは戦闘機を上げ、その11インチ砲で反撃を開始した。マクドゥガルは湾岸砲台は無視し、下関から出撃してくる3隻の長州海軍の艦艇を目指して進撃するようワイオミングに命令した。4つの砲台から砲撃を受けたが、ワイオミングは最大の射撃速度でこれに返礼した。ワイオミングは 長州藩のブリッグとバークの間をすり抜け、港内にいる蒸気船に向かい至近距離まで接近した。行進丸か水の問いルかいずれかの砲弾が、ワイオミングの原則砲近くに命中し、二人が死亡、四人が負傷した。海兵隊員が一人、硫酸弾の破片を受け死亡した。ワイオミングは、敵の真っただ中にあり、砲台の前を通過した直後に、 水路図にない浅瀬に座礁した。水のエイヌ丸は、渓流柵を解き、ワイオミングに向かってきたおそらく雪原して、切り込みをかけてくると思われた。しかし、上院の働きで離床に成功し、11インチ、ダルグレン砲で、水のエイヌ丸を砲撃した。一発の砲弾が、水のエイヌ丸のボイラーを爆発させ、もう一発が致命傷となり、水のエイヌ丸は沈み始めた。 上院は脱出した。続いて、ワイオミングは更信丸と水のとい丸に向かい、正確な砲撃を加え、更信丸を撃沈し、水のとい丸を大破させた。いくつかの砲弾は敵艦を超え、市街地に着弾した。マクドゥガルは海軍長官のギデオンウェルズに対する7月23日の報告書で、長州藩に対して与えた懲罰行動は、 彼らにとってすぐには忘れられないものとなることを確信していると述べている。1時間強の軍事行動の後、ワイオミングは横浜に引き返した。11カ所に被弾し、煙突と錯誤に相当の被害を受けていた。人的被害は比較的に少なかった。4人が死亡、7人が負傷した。ワイオミングは条約を守らせるために日本を攻撃した。 最初の外国軍艦となった。1869年12月23日、マクドゥガールは南太平洋艦隊の司令官に任命された。1871年9月27日、退役リストに名前が掲載され、1873年8月24日に少々に進級した。1882年8月7日、サンフランシスコにて死去。 マクドゥガルの名前に由来する軍艦が2隻ある。オブライエン級駆逐艦及びポーター級駆逐艦である。ありがとうございます。